手に送られながら水面を進むボート。ここは隅田川に接した随光橋公園のワンドだ。ワンドとは川の本流とつながった入り江のこと。潮入り地区のほとんどが貨物専用の隅田川駅で占められていた頃、この入り江は常磐炭鉱から列車で運ばれた石炭を船に積み替えるための運河として使われた。そんな場所に一体なぜボートが浮かんでいるのだろう。川に思いをかける人たちを追った。福浦さんはいつから川友達の方で活動をされていますか？川友のね、できたのと同時に、スタートということで、その前にね、絵本作りっていうのがあって、でそれの完成とともに完成の披露宴っていうかね、披露の時に後半での、これからのね活動ということで、その時点でスタートを切ったと。いうような状況になっています。だから参加している中心メンバーは絵本作りの時のメンバーが核となって、スタートしているっていう、ね、川の方に集中するきっかけになったことは何ですか？隅田川っていうのはどうしても生活上ね、切っては切れない川だっていうのがその絵本作りの中で分かってきた。まして、絵本作りのいろいろ話を聞いたところの、年寄りの人たち、我々の先輩がね、実際にこの隅田川を泳いで、スイレンをしたとかね、そういうような話が出てきた。でやはり、そういうような時代のね、美しい川に戻すと、やはり荒川の人住んでる人も隅田川っていうのは愛着をね、また一層ね増していただけるんじゃないか。そのきっかけとしてね、今回川友達の中の一つの部分ですけども、あと手作りボートを作って、皆さんに川面から隅田川っていうのをもう一度見てもらって、川の良さを感じていただければなっていうのが今回の目的です。今日の船に乗れるっていうことは、誰から聞いたのかな？お父さんから聞きました。船に乗るのは初めてですか？はい、違います。何回目ですか？5回目。そんなに乗ってるんだ。だけど これはちっちゃい、大きいに乗った。めっちゃ大きい。そしたら、船結構揺れてたけど怖くなかった？降りると、上がるのは怖かったけど、パドルするのは楽しかった。そっかそっか。船を作る上で、どんなことを森田さんは担当されたんでしょうか？まずはですね、安全はもちろんですけども、あとは見て格好がいい、そんな船ができたらなっていうんで、去年の秋から始まって、で1月の15日から船作りが始まって、3月いっぱいに作ろうっていうんで、2艘作るのに、週に3日ずつですから、かなりハードに動き回りましたね。なんかここ、なんか常磐炭鉱の石炭、昔暗い黒いダイオタっていうのを結局ここに持ってきて、ここから揚げ下げしてたらしいから、うわ、自分のね生まれたところのね、あれが常磐炭鉱って身近じゃないですか、私たちは常磐炭鉱っていうところはね。だからってこう深い感、なんていうのかな、感傷に浸るっていうのかな、そういうのがこう随所にね出てきました。この活動を通して、荒川区の皆さんに何かお伝えしたいことっていうのはございますでしょうか？今皆さん気持ちが川から離れちゃって、特にカミソリ護岸の時には川も見えない、それから川はメタンガスがブクブクで見れたもんじゃなかったので、それがだんだんこういうスーパー堤防になって、
公園化してだんだんと川に親しまれてきたから、もっと区民の人にその川を楽しんでもらおう。それで私の気持ちはもう船がいっぱい浮かぶような隅田川であってほしいなと思ってます。川は友達は絵本や手作りボートの制作のほか、隅田川の水質調査も実質的に行っています。私たちはきれいな水への取り組みをこれからも続けていきます。活動のご支援ご理解をよろしくお願いいたします。川は友達代表脇田博